マキシミリアーノ・ヘルナンデスは、アメリカ合衆国の俳優である。マーベル・シネマティック・ユニバース作品での、エージェント・ジャスパー・シットウェル役、テレビシリーズ、ジ・アメリカンズのクリス・アマドール役などで知られる。ニューヨーク市ブルックリンクで生まれ、高校時代に演技を始めた。レナード・デービスセンターで演技を学んだ後、ロサンゼルスに移って、舞台俳優としてのキャリアを始めた。キャリア初期には、 テレビシリーズ、ローオーダー、24、24-、ナンバーズ天才数学者の事件ファイルのエピソードや、映画、ホテルバディーズワンチャン救出大作戦に出演した。キャビン・オコナー監督作には、プライドグローリーと、ウォーリアーに出演した。マーベル・シネマティック・ユニバースの作品には2011年の、マイティ・ソー、2012年の、アベンジャーズで、マーベル・コミックスのキャラクターである。 ジャスパー・シットウェル役を務めた。さらに短編シリーズであるマーベル・ワン・ショットでは相談役とアイテム47に出演した。2013年より放送されているテレビシリーズエージェント・オブ・シールドでもゲスト出演し、さらに2014年の映画キャプテン・アメリカ・ウィンター・ソルジャーでも同役を務める。2013年にはギャビン・オーコナーがパイロット版を監督した。 テレビシリーズ、ザ・アメリカンズで、クリス・アマドール役を務めた。第1シーズンでは、K9 話に出演した。ありがとうございます。